チャールズ・スー・イッカードは、アメリカ合衆国のオペラ歌手、俳優、映画監督、実業家である。チャールズ・ F ・スー・イッカード、リチャード・チャールズ・スー・イッカードとクレジットされたこともあった。1920年の監督作品、アエグ・レーコン広告1861年3月21日、プロイセン王国、コブレンツに生まれる。5年後の1866年に生まれた弟は、 あとに、俳優、ジョゼフ・スー・イッカードとなる。当初のキャリアは、オペラ歌手であり、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場の舞台に立ったことも、ある。1914年、満53歳になる頃に、映画俳優に転校、ニューヨークのミューチュアルフィルムに入社、同社が量産する、短編映画に出演。翌1915年には、俳優業を廃業、映画監督に転校する。 1916年には、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーに移籍、同年に設立された同社の子会社、ブルーバード映画でも、1917年に、ソーセージを、監督、同作は日本でも公開された。満59歳になる1920年には引退し、カリフォルニア州、レーズンシティに40エーカーのブドウ畑を購入、自邸内にはスタジオを経営。 実業家としての寄せを送った。1929年5月12日、同州フレズので中水園のため死去した。六68歳没。母書は不明である。特筆のないものは監督作である。ありがとうございます。